ャンスだ。はっ、ナイス。ここで私と踊らなきゃいけないんだもんね。ちょっと照れるね、これ。いつも自信たっぷりのお兄ちゃんがそんな弱気なんて珍しい。そんなことで胸張らないでよ。でもダンスなんて武器を持たないソードスキルみたいなものでしょ。二人で息を合わせれば大丈夫だよ。さあ、音楽が鳴ってるつもりで。私は大丈夫。ほら、リズムをとって。そう、1、2、1、2。し、ほら。月のペンダントも光ってる。あ、影に人が。はあ、愛しい人よ。ようやくあなたに会えた。兄様。あれって占い師さん？そっか、月のペンダントの持ち主って占い師さんだったんだ。ありがとう。君たちのおかげで私はまた最愛の妹と巡り合うことができた。兄様の胸に再び抱かれる日が来るなんて。これからはずっと一緒だ。兄弟の絆は未来永劫分かたれることはない。兄様。行っちゃったね。多分私たちに持っててほしいんだと思うよ。そうだよ、気づかなかった？兄弟が愛し合ったらおかしいって思う？そういうことありえるかもって考えたことない？じゃあもし兄弟でも血がつながっていなかったらどう？私知ってるんだよ、本当のこと。
私が本当は血がつながっていないって。うん、この事件が起きてから少し経った時にお父さんとお母さんが教えてくれたの。お兄ちゃんが本当はお母さんのお姉さんの子供だって。それを聞いた時私すごく混乱しちゃって、お母さんにもひどいこといっぱい言っちゃった。頭ぐちゃぐちゃだったけど、一番気になって不安だったのはお兄ちゃんの気持ち。お兄ちゃんはずっと前から私が本当の妹じゃないって知ってたんだよね。じゃあお兄ちゃんにとって私は何だったんだろう。それが分かんなくなっちゃって、まるでお兄ちゃんの妹だったことが嘘になっちゃった気がしてた。そんなことはないって思いたかった。でもそのことを聞きたくても、お兄ちゃんは SAO に行ったままもう話すこともできなくて。だから私ここまで来たの。霧ヶ谷和人と霧ヶ谷すぐ葉が一体どんな関係なのか、それを見つけたくて。2年ぶりにお兄ちゃんに会えたおかげでいろいろ見つけることができたよ。血がつながっていなくてもやっぱりお兄ちゃんは私のお兄ちゃんだってこと。うん、それとね、もう一つ見つけたの。ううん、本当はずっと心の奥にあったのを知ってたんだけど、見ないようにしてたんだ。でもその気持ちを見つけちゃった今はね、血がつながってなかったことがちょっとだけ嬉しい。だってそれってどっちにもなれるってことだよね。お兄ちゃんの妹にも、それ以上にも。兄ちゃん。あたしの気持ちもあの月の姫と同じだよ。離れ離れになっても絶対に追いかけるから。 SAO の中だってどこだって。だからこれからもよろしくね、お兄ちゃん。よし。